Shinga, 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 Shin
今のままじゃダメなのかな。装備のチェックね。
活まであまり時間がない。シーリー、持ちこたえられるか。私が何者であったとしても、たとえ空っぽの器でしかないとしても、この心の中に埋め尽くされたあなたとの大切な思い出が消えることはありません。私はいつでもそばにいます。あなたが私の心の中にいるように。ですから、さようなら。
my purpose and why I stood by you like I did. So many around us are lost, wandering much like myself for so long, but no more. Now I've found my destiny. To ようやく血類の安定供給の体制が整ったわ。これも全てイオのおかげね。彼女が全ての侵害を引き受けてくれた日、気がつくと私は元の姿に戻っていた。侵害の力を引き継いだイオは今も血類を生み出し、さらには赤い霧さえも維持してくれている。だから彼女が守るこの世界を少しでも当たり前の生活ができる場所にしたい。そう思ってるの。今後はカレンと二人でレヴナントたちの飢えを抑制する研究を始めようかと思っているの。すぐ結果は出ないかもしれないけど、きっとこの霧の牢獄内を住みやすい状態にしてみせる。ルイも参加してくれればいいんだけどね。侵害の暴走を止め、イオが血類の体重へと返じてから数年、姉さんたちとの研究により血類の安定供給の目処が立った。それからずっと考えていた。レヴナントとして何ができるか、そして外の世界や化け物について。赤い霧が消えた時に傍受していた外界の無線、その解析結果は人々の助けを求める声で溢れていた。俺たちはレヴナント、人類の天敵だ。外の世界にさらなる苦難が待ち受けているのは想像に難くない。だが俺は諦めたくはないんだ。体からぶわーって力が抜けていって、でっかくて強かった体が一気に体からぶわーって力が抜けて、今はジャックに弟子入りして体を鍛えてるんだ。最近はミアともあんまり会えないけど、離れてたっていつも近くに感じてる。
きっとそれはお互いを尊重してるってやつだと思うんだ。ちょっと寂しいけど僕はナイトだから。あれからいろいろと大崩壊時の資料を漁ってみたんだけど、見れば見るほど当時に現れた化け物の恐ろしさが分かったわ。最新の現代兵器が一切効かない。今霧の牢獄にあふれているロストとは似て非なる不死の存在。なぜレブナントという存在を生み出さざるを得なかったのか、その事情の一端が理解できたわ。あんな化け物が未だに外の世界には闊歩していて、そのために苦しんでいる人たちがいるのね。信頼の力はイオの願いにより血類の大樹として定着し、クイーンとして復活する気配もない。どれほどの思いがそれを成したのか。私たちは信頼の力をなくし、ただのレブナントに戻ったけど、使命はこの胸に変わらずに存在しているわ。この命続く限り、私はあの力の行く末を見守り続ける。ジャックと共に。血類の大樹だが、特に異変もなく正常に活動を行っている。安心するといい。何かあれば俺の全存在を使って止めることを誓う。そろそろお前も自分がやりたいことをやればいいだろう。監視者という使命はなくなったが、俺にはこの世界を維持し続ける義務がある。外の世界にこれ以上の地獄を吐き出さないためにも。イオからもらった琥珀色の血類は大事にしてる？あれはイオの思いのかけらであり、力の結晶だ。取り扱いには十分に注意しなきゃだね。カレンさんたちが言うには、全ての侵害を引き受けたイオによってもたらされた血類の大樹と同じ成分で、若干だけど侵害の力に干渉する力があるみたいなんだよね。まだまだ人類生存権の脅威となるロストは多いが、ようやく申請した臨時総督府も軌道に乗り始めた。シルバーを中心に少しでも多くのレブラントを救うための改革を進めているところだ。ようやく俺も本腰入れて真相の探索に力を入れられそうだ。お前たちにはいろいろと協力してもらった、ありがとうよ。おっと、そうだ、言わなきゃならねえことを忘れてたよ。臨時総督府は皆様の参加をお待ちしております。やりがいのある仕事に興味があったら、ぜひ総督府の受付まで。最近はここらもだいぶ落ち着きを取り戻してきて一安心してるよ。またルイが頭を悩ましてるけどな。まったく、お前らも欲張りだぜ。なんとか実現した今はここの平和で満足してればいいのによ。ああ、俺はお前らの。今日はヤクモに一緒に臨時総督府で働かないかって誘いに来たんだけど、すまねえが、お前にやりたいことがあるように俺もやりたいことがあるからよって。まったく。私も最初は総督府なんかで働く気はなかったんだけどね。食いぶち目当てで戦っているうちに気がついたら仲間が増えてね、いつの間にかどっぷり所属することに。まあみんないいやつだから後悔はしてないよ。この吐き溜めみたいな場所も少しはマシな吐き溜めになってきたかもしれん。そのせいで人の足元見てた。あ。
とりあえずあんたはない。ようやく血類の安定供給の体制が整ったわ。これも全てイオのおかげね。彼女が全ての侵害を引き受けてくれた日、気がつくと私は元の姿に戻っていた。侵害の力を引き継いだイオは今だから、彼女が守るこの世界を少しでも当たり前の生活ができる場所にしたい、そう思ってるの。出ていくのか。外の世界へ。まあやっぱそうなるよな。一人で行こうとしたところは感心しないが。一言声をかけてくれたっていいのに。仲間でしょ、私たち。みんな前に進むことしか知らないんだから、背中を支えるサポート役が必要でしょ。外の世界で俺たちレヴナントが歓迎されることはないのかもしれない。忘れてはいけないんだ、俺たちが何のために生み出されたのか。俺はクルスの意志を継ぐ。お前がイオの意志を継いだように。
行こう。The might on their